今回の企画、おしゃごりに死ぬほどお金使わしてみた。いいとこも知ってるな。なんかちなみにおしゃさんってなんでそんなお金持ってるんですか。はい、どうもアイランドです。ということで今日ね、おしゃごりさんが来ておりますよ。はい、博多からはるばるやってきました。ごめんなさい、こんな少年みたいな格好に連れてきてもて。寒いわ、ほんま大阪。なんなんそれ。いやいや、それ水かけたら色変わるやつでしょ。変わるやつ。バスパンやん。バスパン入りきてる。ほんまに。おしゃって冬でもこう半ズボンでありたいみたいな、俺は夏の男だみたいなバリバリ演じてるんですけど、はい、めちゃめちゃ冬に生まれてます。2月生まれです、はい、2月2日です。まあなんかこんなね、一応ね、おしゃってただの悪口社長なんですよ。いろいろやっぱみんな気になることあるんじゃないですか。ということで本日の企画、はい、おしゃに現金持ってきてって言ったら何本持ってきてるのか検証してみたっていうことで、昨日から僕ちょっとオシャに LINE してたんですよ。そういうとりあえず現金持ってきておいてくださいと。じゃあオシャって何本持ってくんのかなって。なるほど。大きく見せるんちゃうかなとか。オシャってどういう人間かっていうのはこの動画で知ってもらったら嬉しいんで、それではやっていきまーしゅい。はい、ということでオシャね、実際ちょっと今日僕現金持ってきてるって言ったと思うんですけど、いやもう濃い、あの中途半端な数字を。いや全然急に言われたから結構。なるほど。あの、ATM の限界に左右されてる。あ、なるほどね。全然大丈夫じゃないですか。で、実際ちょっと見せてもらっていいですか。見せてもらって。結構持ってきてるな、なんか。それ何買えるやろ。いや、買えるとか違うから。ちなみに額は、額多分70ちょっとです。じゃあ70持ってきてもらったっていうことで、はい、じゃあちょっと行きますか。いや、ちょっと待って。いや違う、いくら持ってきたかっていうあれやろ。はい、どうもアイランドです。今回は山下不在なんですけれども、ちょっと一人で企画の方を進めていこうと思います。博多に住んでるおしゃが今大阪に来てるんで、せっかくなんでなんかちょっとやろうかなと思って今回の企画持ってまいりました。今回の企画、おしゃごりに死ぬほどお金使わしてみた。いける？ということで今回ね、おしゃっていう社長がね来てるんで、ちょっと YouTube で必要な機材とかなんか欲しいものとか、とりあえずお金使わしたのかなって思ってます。まあでも偉大な社長なんで、ちょっとそこは何でも許してくれるんちゃうかなって。それじゃあ、おしゃごりにもお金持ってきてって言ってるんで、ちょっとそこを向かっていきたいと思います。それではやっていきましょい。こんにちは、何欲しい？そうですね、やっぱでもカメラは欲しいですよね。んな、わかるで、ね、何がわかるの。わからん。今めっちゃいいやつあるやん。いや、やっぱ1カメラと1個じゃね、足りないってとこあるんすよね。今までの動画結構高かったで、クオリティ、あの映像の。いやいや、綺麗やん。もっと上目指してるんだ、僕は。早いな。なくてもまあまあ全然古い方でもいいんですけど、多分できれば高い方がいいなと思ってます。いやもうなんでこの2択なんですか。え？だからこれ、こにっちゃん欲しいねんな。そうですね、やっぱ一緒飲んで揃えた方がいい。そうやんな、一緒飲んで揃えた。なるほど。これちょっと買っていこうか。いや早い、うん、そんななんかこれ買っていこうか。そうですね、コンビニでジュース買う速さやん。すいません。いや大阪の買い方すな。高い方って。あ、これちょっと在庫見てもらいたいんですよ。いいですかね、単体の方がちょっと高い。高い方、こっち2個買う。やばい。2個とか買うやつじゃないから。ありがとうございます。資格してとかじゃないから。、必要な。いやまあちょっと必要かなっていうのは思いますね。ぶっちゃけどうなんすか、買いたいんか買うんか。いや買いたいんか買うんかってもう買うしかないね。タクシーが。じゃあもう分かりました。買いたいか買いたくないかで。あ、もう一応多分そんな在庫はないんですけど。あ、在庫ないらしい、はい、在庫ってそんなゼロですか。今さっき僕ちらっと見た感じだと1個ずつは確かあるやん。あ、じゃああるやん。今日逃すとラス1ってこと。で一応次あの納期未定です。うわー、これはすごい巡り合わせだ。乗ってきてるやん。俺巡り合ってるの今。はい、巡り合ってますよ、奇跡な、はい、の瞬間に。本当すごいことになりますからこいつが。はい、買おう。いやそれ階段登っちゃうタイプやから俺。用意された階段。ありがとうございました。あ、まだちょっと行かないんでね。あ、これは。あ、なんか次なんか見ます？何、いやいや、ちょっと待って。
ちょっと待って、普通いやいや何に行けるの30個にします昭和の家族写真しか撮れないこんなんじゃ安いわ安いかいらんの合わせ30予算的には取りです。予算的にってか、ね、持ってきたやつが予算で、ね、これ3度目にします。持ってきたやつ予算じゃないから、ちょっとあ、じゃあやめ、ちゃうよ。いや、そんな無駄なお金使ってもしゃあないんで、まあね、生き金にね、そうそうそう、したよね、しっかりこう使えるお金じゃないと、ただただ使っていってもしゃあないん で、うん、でどうしようかな、そうそう、なんか競馬かなんかにかけます。いや、一番死に金や世で言う一番死に金とされる。ちなみに、お茶さんってなんでそんなお金持ってるんですか？全然お金持ってないです。いやいやいや、全然持ってないです。あの70万は、やっぱ軽く出せるもんなんですか？いや、軽く出せるもんじゃないですよ、そんな。全然。なるほど。はい。いつもちなみに財布にはどれぐらい入れてるんですか？財布ですか？財布、いやもう全然そんな、10万とかで。うん。今日はありがとうございます。いや、お前ありがとうございます。悪意あるなこんなすごい。だからこれオシャの、オシャゲイじゃないですか。かぶってくれるとかないかな。あ、ないの6560円、バッテリーとチャージャーがセットということで、ヨドバシカメラね、すごいお金持って来てたんで、ヨドバシカメラ行って、かわしました。かわしましたよ。はい。ということで、本日の企画は、オシャにお金使わせてみたこんな企画が。ヨドバシカメラですっごいね、もうオシャもね、心よく受け入れて、買ってくれましたよ。これね、これとマイクロチップと、はい、これなんぼでした？ 7万3000。まだいけるやん。まだいけるじゃん。十分の1ですもんね。使い切るやつじゃないから。まだいけた。やめて。まだいけたか。十分高いよ。はい、ということで、はい、あの社長であるおしゃ、YouTube のためにお金使ってくれましたよ。ね、嬉しいですよね、はい、これもね。まあ、よくちゃん嬉しいね。くなっていくならばね。もう最高です。というわけで本日の動画よかったらいいね。え？いや。お前、存在に扱うな、必要な、買ったもん。ということで、本日の動画、いいね、チャンネル登録、お願いします。お願いします。今日も一日、健康。